はい、あんまや先生です。ハイアンドロー社の、5分バイナリーオプションのですね、インジケーターの調整が終わりました。で、7通貨のうち6通貨ですね、稼げるのが出てきました。月曜日から14日からのね、もう赤いですね。今日は1月13日ですね。ちょっと、昔の役所の、彼女とちょっとテレパシーで話してました。2人いたものですからね。で、でですね、こちらですね、インジケーターなんですけども、5分バイナリーオプションで、シグナル出てから5分後判定のやつですね。で、これで一番いいのはどれかな。10個、10個、これ11個、16個、12個ですね。これで見てみましょうか。ここにシグナルが出て、ここで勝ち。ここでシグナルが出て、ここ勝ち。ここにシグナルが出て、ここ勝ち。勝率65.6%ですね。18回出てるんですね。実際は88.9%です。今後の勝率は65.6%ということですね。平均ピップスは4.1ピップス。誤差率20ピップスにしてますね。で、ここね、ボーンボーンって出て、両方とも勝ってますね。これも勝ってるでしょう。判定では負けてるね、さっきも。で、20ピックス取ってるんで。で、こことここでまた勝ちですね。さあ、これね、バン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 って4つ出たんですね。で、これは負けたと、最初ね。から3つ勝ったんですね、ちゃんとね。で、これも対価。判定ではスプレッド差がある、20あるんで。実際1個、これ、タイだと思うんだけども、打ち込みでは勝ってるんじゃないかな。で、これも勝ちですね。で、これも勝ち、勝ち。これは勝ったのかな。これも勝ち、勝ちかな。こんな感じですね。無難しですね。これは NZDJPI でしたね。これはどうかな。分かってますよ。これ勝率100%ですね。で、今後は71.4%であろう。全勝してるんですね、これ。1個出てるんですね。これ勝ちね。これも全部勝ちね。ね。全部ですね。3個。出て3個ですね。
はい、これも勝ち。これも勝ち。この2個出て勝ちですね。以上かな。あった。これで勝ちですね。これで最後、12個だからね。もう終わりでしょ。ということですね。このインジケーターですよね。これは？これはこっちですね。ここが2つですね。16個出てるんですけど、実際は 81.3% で、今後は 57.9% って出てますね。かなり厳しいですけど、ここでね、出てですね、最初の1個負けたんじゃないかな、これね。1,2,3,4,5 個ぐらい出てですね。あ、ここ最初の1個も負けてるんだ。2個も負けてるんですね。さで、後半の3個だけ勝ってると、1,2,3 個、そういうことですね。でこれ勝ちですね。最初負けてんだな。で、後半勝ってるんだね。これが全部勝ちと。で、これも勝ち勝ち。そうですね。16個終わりだな、これね。ということですね。で、こちらは GPT-JPA。で、こう。ここで勝ちですね。勝率これも 100% で全部勝ってますね、これね。どこなんだ、これ。あ、ここでドバドバって出てんですね。ここで10回出てんじゃないかな。そうでもないか。あ、こっちにも出てるか。っていう感じですね。で、ここ出てる。ここで10回以上。全部勝ってるっていうですね。で、こういう戦略方法の シグナルでね、全勝してるよっていうので、シグナルを出さすんですよ。そうしますと、今後は69.0% で勝てますよという出てるね。平均ピップスは 9.8 ピップスですよということですね。かなり高いですね。でこちらは 60.7% 今後はね。こちらね、勝ち。5分の場合なりですね。これも全部勝ちですね。3個。これも勝ち。あ、1個は負けてるかもしれない。ということですね。でね、このハーマー先生のインジケーターで5分バイナリーの、ね、分析によるとね、週に大体18個、10個、10個、12個、16個、11個シグナルがあるそうです。で、実際出るのね、半分ぐらいになります、この半分ね。実際出てくるのが半分になっちゃいますね。
で、このようにね、私の考えた戦略のシグナルでね、19、40、26、44、39の設定値とモード設定0と1、ね、の設定、大元の設定が出てるんですよ。この設定でね、1、2、3、4、5、6、7個あるわけですね。7個の設定でだいたい決めてます、戦略法をね。何の戦略法はこのモードの設定で変わります。モードはね、で一番最初のモード0でやってますね。これ44、41、38、30、36ですね。これ左の音がするんですけど、別のパソコンです。だ5分のバイナリーオプションはこのようにシグナルが出たらこれすぐ通すすらいいですね。5分判定のやつでね、だから来たら5分後だから非常にね、打ちやすいでしょって。こういう5分バイナリーオプション用のね、これ出てなかったかな、サポーですね、サポーですね。これは 81.8% ですね。10回出てますね、そのままね。こうやってですね。これ負けですね。で、これは勝ちでしょう。猫シグナル出て、勝ち。これも3つとも勝ちですね。ということですね。前でしょうか。あ、これも勝ちですね。これね、講座でインジケーターを表示させて、M1 でやってますね、1分足でね。で、これ、金曜日から止まっちゃってますよ、21時59分でね。で、これ私のはね、休み中も分析できるんですね。休み中にね、今、左のパソコンが動いてますでしょ？日曜日ですよ。だけども、分析表示されてます。データが変わってます。で、土日はね、分析時間で次の週の分析ね、をさせてるんですね。で、このように30、25、37、31、40の設定値ね、どういう設定値が一番稼げるのかということで、ね、調べて、土日ね、調べてます。勝率6、実際の90、今のね、分かってる範囲では 90% だけど、今後は 60.7% ですね。まあ、これ5分足のバイナリーオプションなんですね。今左は15分でやってますけどね。どっちがいいか面白いかですね。こういうシグナルがいいのか。
結構いいね、これね。このシグナルの設定値は19、40、ね、26、40、4、39ですね。だから何通りあるんだろうな。1、2、3、4、5。大変な数になりますね。10桁ぐらいですかね。その中でこの数値見つけ出すのが大変ですよね。こういうね、稼げるのね。これも価値ですよね、これね。だこういうシグナルを、で、今、ね、月曜日から投資させるわけです。まあ、5分はこれやりませんけどね、今15分でやってますから。これは負けかもしれないですね。20ピック連れてるんで、誤差。で、これね。勝ちですね、これね。これは負けて、これが勝つ、3個は勝った。ね、どういうことですね。ここまでね、分析の性能が上がるかということですね。あんまよ先生でした。日曜日13日午後1時37分のあんまよ先生の仕事のね、これは5分倍なりにオプション用のねインジケーターを、まあね、そのうちこれで投資しますけれども、いろいろね、いろんなのがありますから、1分3分とかね、ファイナルオプション、それにも対応します。これ今5分でやったんですね。で、今やってるのは15分でライブ投資で資金投資してます。実践ですね。あーと確定申告はね、準備してまして、だいたい書類終わっちゃった。あと経費ですね、経費と税金の支払いの書類を写真で撮って、それで経費を引くところだけやってないですね。利益と利益のマイナスね、オプション取引の利益とマイナスね、全部終わって、あと売上金ですね。50万円で売れた50万円のねソフトとかね、その明細書出るが今停止になったんでね、帳簿が見れないんですよ。だから楽天銀行に送金されてたんで、でその帳簿をねコピー取って、
確定申告します。送金されたね、デルに送金されたそれは50万ですけど、ソフトのね、インジケーターの販売してた、これじゃないですよ、こんないいのじゃないですよ。で、稼げるか稼げないか分かんないようなやつ、難しいやつです。手を越えないと稼げないやつですね。の売り上げ50万あったんで、それすると、オプション取引の処理ですね。このようにね、興奮はこのように分析します。3分も同じですね。ここが5分になってるんです。5分後って、ね、ここ3分にすればいいだけです。また1分にすればいいわけです。1分だったらね、1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、10分、ずっと60分までできますね。60分も入れ込んで、60分とか120分だってできるし、360分だってできるしね。この設定値だけね、というふうにしてます。どうもありがとうございました。2016年ジルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生でした。現在ジルトレーダーは FX 投資となってます。どうもありがとうございました。